アイサイトセーフティープラスのヒヤリを減らすための機能をご紹介します。スバルリアビークルディテクション、車体後部に内蔵されたレーダーセンサーによって自社の後方から接近する車両を常に監視、ドアミラーのインジケーターや警報音でドライバーに注意を促し安全運転をアシストします。3つの機能の1つ、視覚車両検知では、ドアミラーからは見えにくい場所にいる車両を検知し、インジケーターの点灯によってお知らせ、またその状態で自社が車線変更しようとした場合、点滅によって注意を促します。車線変更支援では、隣車線の後方から高速で近づいてくる車両を検知してお知らせ、自社が車線変更しようとした場合、インジケーターを点滅させて注意を促します。後退時支援では、駐車場などから後退する場合、自社の高速方から接近する車両を検知し、インジケーターの点滅と警報音でドライバーにお知らせします。アダプティブドライビングビーム、暗い夜道を時速約 30km 以上で走行しているとき、前方に車両がいない場合はハイビームで走行、対向車や先行車を検知すると光の当たる部分だけを自動的に遮光し、前方車両への眩しさを抑えます。これによりライト切り替え操作が不要になるだけでなく、周囲の安全に配慮しながら常に明るい夜間視界を確保できます。高速走行時は状況に応じてハイビームとロービームを切り替え、ロービームの場合でも後軸を上向きにすることで遠くまで視界を確保します。前方車両や交通環境はアイサイトのステレオカメラが検知、その情報をもとに内蔵されたシェードを動かすことで配光パターンを滑らかに切り替えます。